木村彩子のスイングを振り返ります。木村さんはとてもフィニッシュで左に軸で乗っていくのがとてもいい選手なんですけども、まずここいいですね。しっかりとテイクバック肩がしっかりと入っていますね。はい、でここから切り返しでまずクラブも体の近いところをすごく通っていって、頭も本当残っていますからね。はい、そして1番はこの振り切った時に重心がピタッとこの左の乗るっていうのがもうとても素晴らしいと思います。もうここですね、左足のこの軸っていうのがそこに重心が収まっているのでとてもバランスのいいスイングですね。はい、